はい、皆さんこんにちは、講師です。この動画ではプレミアプロのローレベルエクスペクションオクラドインホニャララの対処法を紹介します。まず一つ目の方法として、環境設定をリセットすることで治るとされています。では試してみます。プレミアプロを起動するときに Windows では Shift Alt をしながらクリックします。そうするとプラグインキャッシュと環境設定をリセットしてよろしいですかっていうポップアップが出るので OK をクリックします。これでリセットされたはずです。では先ほどのプロジェクトを開いてみます。これで治る人もいれば治らない可能性もあります。この方法で治らなかった人向けに話を続けます。この場合治らなかった場合は、その動画ファイルが壊れている可能性があると思いますので、私は次の方法で対処しました。これは自分なりの方法ですのでご了承ください。その動画ファイルが通常に再生できても壊れている可能性があると思います。その方法とは、その動画をできる限り劣化しない方法で動画を変換するという方法です。ではやっていきます。その動画を変換するために用いるソフトがあります。それは Xmedia Record というソフトです。これをダウンロードしてインストールします。今回対象となっている動画ファイルの形式は MKV なので、今回は MKV から MP4 に変換するまでの過程を説明していきます。では MKV を Xmedia Record のこちらにドラッグ&ドロップします。そしたらリストに追加をクリックします。で、出力先を決めます。変換先の出力先は私の場合はビデオの後ですね。では OK を押します。では設定を打っていきます。形式は MKV から MP4 にするので、このように設定します。映像は初めはこのように変換となっていますが、できる限り無劣化で変換したいのでモードをコピーにします。続きに音声トラックも同様に変換になっていると思いますので、これをコピーにします。で、これぐらいで大丈夫です。ではエンコードをクリックします。メディアファイルの作成に成功しましたと出ます。で、先ほどのビデオのところに変換されたファイルがあります。ではそれをプロジェクトフォルダの方に持っていきます。最後にこの動画を置き換えてみます。今は先ほどと同様にこのようなエラーが出ていますが、置き換えてみるとエラーが治ります。では置き換えた動画を確認していきます。大丈夫そうですね。それでは最後に動画ファイルの変換前と変換後の違いについて説明します。ファイルサイズは少し大きくなりました。トータルデュレーションも若干少なくなりました。ビデオコーデックタイプも少し MP4、MOV 形式になっています。さらに可変フレームレートが検出されましたとなります。これを見る限り、ほとんど劣化せずに変換できたと思われます。本当は変換前のそのままの動画ファイルを用いたい気持ちではあるんですが、諦めて無劣化に近い形で動画を変換して、その変換後の動画ファイルを用いた方が作業効率的に早く動画自体を完成させることに重きを置いた方が良いと思います。では以上です。お疲れ様でした。